はい、タンタンです。本日はこちらが入荷となりました、中古でございます。テイラーの NS74CE ですね。エレガットになります。こちらがですね、グランドオーディトリアムスタイルの、エレガットになりまして、今生産完了しているモデルになります。その中でもですね、こちらがシダートップの個体となりまして、でサイドバッグなんですけれども、まあ、ちょっとこう、いろいろ調べたんですけどもね、通常はインディアンローズウッドの、モデルなんですけれども、まあ、木目はちょっとコアみたいな、木目をしていたので、まあ、ちょっと定かではないのでね、断定はしませんけれども、ちょっとまあこういった木目の個体となっておりまして、はい、こちらがですね、実はここにクラック修理されている個体でございます。ここですね、ブリッジからエンドまでも全部ビーッとこう入っ1回入って、中内部にパッチ当て着をして、クラック修理を施してある個体となります。ここですね、かなり大きく開いてね、一度開いてしまって止めてあるので、一応こんな感じに光も屈折するという感じになっております。現状は特にそのまま使える状態には、修理済みになっておりますので、一応このまま販売となります。で、ヘッド側はこんな感じで、まあ、本体の、ハードケースの中にボタンの白いボタンだけ入ってたので、おそらく変えた変更後の今黒いボタンかなと思います。こんな感じですね。あとは結構当て傷とか塗装の剥濁、塗装の浮きですね、ちょっとこう白くジョイント部分なんかもちょっとこう白く浮いてしまっている部分があります。この辺りはね、ちょこちょこ見られるので、写真の方で見ていただければなと思います。結構ね、原稿が今かなり低いので引きやすい印象でございます。こちらがですね、まあ、修理済みということでかなりお買い得な価格で出させていただいておりますので、ご興味ある方はぜひですね、ご検討いただければなと思っております。こんな感じで、こちらがですね、シリアルで、年代が2011年製と思われる個体でございます。こちらがテイラーのNS74CE、お問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。